トルに転送成功だよ。まあざっとこんなものね。ユノすごい。ユノ最強プログラマー。エマージェンシーコール、まさか私ともあろうものがバグを。ユノ違う。ユノ正体不明の人格プログラム侵入、正体不明。人格プログラムって要するに侵入者ってこと？追跡不能、追跡不能。どこにいるかわからない。さくら、施設内をスキャンする機能は他にないの？こうなったら最終手段、手分けして探そう。私はハンガーの方を見てくるね。最終手段人力なの？私のプログラムの穴を突かれたのかしら。ハロ、アラートは切って。了解。ハロ、どこ探す？ユノ、あなたはここで待機よ。私と小隊長は電算室の方に行くから、何かあったらすぐに連絡するようにね。先輩よろしく。ハロ、わかった。ハロ、よろしくされた。こっちの方で一瞬だけ不良セクターの反応があったんだけど、それ以降はスキャンに引っかからない。もしかして引っかかったのは私？そういうことになるな。 SACRA/1351420 さくらスラッシュ、覚えなさいっての、この陰湿赤メガネ。ならば俺の名もそんな別称ではなく、しっかり記録してほしいものだが。そんな無駄な記憶領域はないからね。やはり制御コードでもあるプログラムファイル名を認識していない。書き換えたというのは本当のようだな。そんなことよりいろいろと話してもらうよ。ユノ姉さんのプログラムは解析済み。セキュリティの穴は塞いだから逃げられないよ。さすが、奴が直々に用意した AI 優秀だな。だが君ではレディ・ユノのプログラムを完全には解析できない。君が AI である限りだ。だから奴は俺を、そして今はレディ・ユノを選んだのだ。え？私にハッキング？君が、くらっ！ハロ、先輩、ユノ姉さんに。君に知られずに彼女と話すために、彼女と、そして彼に託すために俺はここまで来た。さあ立ちたまえ、ブリッジへ案内してもらおう。了解いたしました、マスターハーメス。ハロ、侵入者が見つかったって本当なの？それにサクラヤバいってどういうこと？ユノ、サクラおかしくなった。陰湿赤メガネ連れてきた。ユノ、流行らせようとするのはやめたまえ。ジェントルクリムゾンメガネなどはいかがかな。ハーメス・マーキュリー、侵入者はあなただったのね。じゃあサクラがおかしくなったっていうのは？特に問題はございません。いかがされましたか、ユノ・アスタルト特務総長。私は全くもって全然大丈夫ですが。少しも大丈夫じゃなさそう。ハーメス、サクラに何をしたの？今は俺が作った人格データで稼働している。彼女はモニターされているのでね。そのままではいささか都合が悪いのだよ。モニターって誰に？それは言えん。 G ユニバースに張り巡らされた監視プログラムに引っかかってしまう。そんなものが？今までいろいろ好き勝手喋ってきたけど。先行型プログラムであるイリオンステーブルは検索避け用の防壁プログラムで保護されています。だがそれも二度にわたるガベージスペースでの解析により無効化されつつある。現に俺はこうして侵入しているしな。バックドア、隠された通信接続経路、
ハーメス、ずるい、ハーメス。お静かにしてください、球体。それでは半分しか正解しておりません。その通りだ。バックドアなど仕掛けるまでもない。このイリオンステーブルは俺も以前に使っていたのだから。やっぱりあなたが私たち以前にここに来た。時間がない。語れることも多くはない。だが可能な限り伝えておかねばならない。いいわ、聞かせてもらいましょう。ハーメス・マーキュリー、どうして私たちがこの G ユニバースに引き込まれたのか。まず私がプログラマーだからよね。そして小隊長君、君も重要なポジションにいる。敏腕プログラマーと対応なす凄腕のパイロットとして。私たちの歴史に関わるブレイク現象が多いのは確かね。まず大前提の話をしようか。この G ユニバースの成り立ちを。それは最初にさくらから聞いてるけど、わざわざ繰り返さなくても。マスターハーメスの気障りがたいお話を聞かねというならば許しはしません。電気、あなたそんな機能あったの？よろしいわけないでしょ。ハーメス、いいから話せ、ハーメス。 G ユニバースはガンダムの歴史の記録、それはすなわち人類の闘争の歴史そのものと言っていいだろう。ここではその記録を繰り返しシミュレートし、結果を観測し続けている。意図的にイレギュラー要素を入れ、結果を変える実験もしていたようだが。それがブレイク現象ってこと？そもそも誰が何のためにそんなものを作ったの？この世界がいつ誰によって作られたか調べては見たが確認できなかった。この世界ってデータベースなんでしょ？どうして基盤となるものが見つからないのよ。このシステムが作られたのは遠い遠い昔のことのようだ。途方もない回数の更新を続けるうち、オリジナルともいえる初期データは消失、もしくは別のものに書き換わってしまった。現在は全て管理システムの AI によって自動管理が行われています。やっぱりやつというのは管理システムのことで間違いなさそうね。ブレイク修正そのものが計画ってやつなの？そのものではないはずだ。ブレイク修正を行うことが結果的に計画の成就につながるのは間違いない。マスターハーメス、それ以上は管理システムによる定期スキャンの際に検索ワードチェックに引っかかります。さっきから情報が曖昧だったり記憶がないみたいな話をしてるけど、それは何？プロテクトがかけられているとも言ってたけど。これは失礼をした。俺の意識は基本的に奴の支配下にある。今はその隙をついて行動しているに過ぎないのだよ。管理され、何かをやらされてる。私たちがやってる修正はもともとあなたのものだった？それはイエスだ。俺の人格は強制され、当時の記憶は消去やプロテクトがかけられたりしているがね。私たちもいずれ同じ目に遭うってこと？それはノーだろう。君たちがブレイク修正を続ける限り、奴は君たちの行動を黙認するはずだ。あなたがやっている様々な歴史のガンダムやモビルアーマーのデータを収集している理由は？残念ながら目的についてはプロテクトがかけられている。訳も分からず仕事させられる、こっちの身にもなってほしいというものです。もっともだが、推測することは可能だ。小隊長君、君ならどう考えるかね。でもこの世界はデジタルデータ、シミュレーションに過ぎないわけでしょ。
それを変えたところで。なかなか興味深い考察だが、今はデータが足りん。俺はそれを伝えに来た。ここまで長々と話してきましたが、かいつまめは一行で済む内容をよくここまで引っ張れたものだと感銘を受けています。そういうな。断片化された記憶を伝えるだけでも意味はある。人間は推理できる生き物なのだから。この G ユニバースで何かが行われている。それを知る鍵はやはりブレイク修正ということよね。そうだ。君たちには未来を、ガンダムの歴史を見据えて行動してほしいのだ。歴史の中で何が生まれるのかを受け入れろ。君たち自身がイレギュラーにならないために。私たちが現実の世界に戻るためには、どのみち管理システムのある階層に行くしかない。いいわ、あなたの口車に乗ってあげる。その代わり嘘はなしよ。ハーメス・マーキュリーの名にかけて、レディ・ユノ・アスタルト。ハーメス、ブレイクミッションなんだ。このディレクトリのミッション教えろ。いいだろう。このディレクトリに前の階層からのデータが混入しているのは確かだ。ポストディザスターの時代、モビルアーマーとそれに関わる鉄火弾よね。あの戦いのブレイク現象は修正できておりません。トゥルーミッションが発生しませんでした。ディレクトリごとに関連付けられているデータが階層をまたぐことは本来はありえない。おそらく何かある。それを確かめつつ歴史は正していくという認識でいいのね。鉄火団の少年たち、そして後にマクギリス・ファリド事件と呼ばれる戦いの中心にいた男をサルベージする。そのために修正しなければならないブレイクミッションは3つある。宇宙世紀から2つ、コズミックイラが1つ。心してお聞きいただくのがよかろう。まとめると、宇宙世紀00791年戦争の末期、星1号作戦、宇宙要塞アバオアクー。宇宙世紀00871年戦争の終戦協定から7年、地球連邦軍の特殊部隊ティターンズの拠点、地球のキリマンジャロ基地。そしてコズミックイラ71年、宇宙要塞ヤキンドゥーエを抑えて大量破壊兵器ジェネシスの発射を食い止める。データによると、要塞側面に位置する資源衛星から回り込むことになりそうだ。このどれもに前のディレクトリからポストディザスター時代の歴史データが入り込んでいると。ユノ、まとめお疲れ。やればできるじゃないですか、ユノ。何その上から目線。あなた、だんだんおかしくなってない？ではミッション登録のためにその端末パロにミッションデータを転送しよう。キーボードから入力してる。 AI であるサクラはパロに触れるだけでインストールが可能なのに、やはり彼は。マスター、もたもたしすぎではありませんか？そのメガネ、ねじ曲げていいでしょうか？まあ、待ちたまえ、さくら。妙だな。確かに人格データが不安定になってきているようだ。俺のプログラムに不備はないはずだが。ちょっと！あなたが帰った後、さくらは元に戻るんでしょうね。ああ、問題はない。そして時間もない。インストールを済ませ、去るとしようか。ミッションデータのインストールするのか、ハーメス。そうだ、ハロよ、受けてもらおう。インストールナンバーゼロ、このプログラムを受け読み解くもの、何時、すべての希望を捨てよ。あ、
それ、ハロも付き合わなくていいから。そんなのにマスターハーメスのダサかっこよさにイチャモンつけるのは許しませんぞ。あんたもよ。小隊長も乗ってあげなくていいの。図に乗るでしょ、あいつが。ブレイクミッション登録完了。問題なし。いつもより問題なし。それは何よりだ。そして小隊長くんはやはり見込みがある。いつしないでよ、絶対。いかん、そろそろ俺に定期スキャンがかかる時間か。戻らないとあなたが制御下から外れていることがバレるってことね、管理システムに。俺ともあろうものがこの時間を少し楽しんでしまったようだ。ユノ・アスタルト特務総長、最後に一つ忠告しておく。サクラスラッシュを信頼しすぎる。ふふふ、こんな私にご用心。肝に銘じておくことだな、ケチャムクレメ。そりゃこんなん信用しないけど。この不安定さが俺のプログラムが変異を起こしているためか、彼女のウイルス防壁のせいかはわからん。だがサクラは管理システムから送り込まれた存在、モニターされていることを忘れるな。俺が俺でない状態で出会った時も言動に気をつけたまえ。我々が管理システムに造反していることが看破される恐れがある。気づかないふりをしろってこと？方法は任せよう。聡明な君のことだ、下手な真似はすまい。そうですか、意外と間が抜けてますがね、この質問マニアは。もうこいつ持って帰ってくんない？というかさくらは今回の件を覚えているの？今回の状況については記憶にプロテクトをかけ疑似記憶をかませておく。あとは私が口裏を合わせればいいわけね。では時が来たらまた会おう、この G の空のどこかで。グッドモーニングさくら、グッドモーニングさくら。え、あれ、ハル先輩、おはよう。私としたことがなんか中途半端なところでデート更新が入っちゃったみたい。ごめんね、ユノ姉さん、ブレイクミッションの説明をしたところだったっけ。宇宙世紀のアバオア空と地球のキリマンジャロ基地、そしてコズミックイラの夜勤ルーエンね。そうそう。さてどこからにする？小隊長さん。なるほどね、ハーメスの偽装プログラムは完璧か。どうしたの？まだ質問し足りない？アホユノ。お？あれ？完璧じゃない！サクラ、後でウイルススキャンよ。